コメンディドラゴンボール Z ドッカンバトル。はいどうも、徳島のパンムギンです。いつもご視聴とコメント高評価本当にありがとうございます。さあ本日もねドッカンバトルやっていくんですけども、皆さん明けましておめでとうございます。2021年がやってまいりましたということで、今年もぜひ、徳島のパンブーキーよろしくお願いいたしますというところで、今回の動画なんですけども、バビディ&魔人ブー戦、これをリーダーにしまして、VS 超知、極限スーパーバトルロードに挑もうかなと思いますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。でメンバーはね、まあ、こんな感じでやってみました。はい、でサポートアイテムも同じ4種類でいきましょう。はい、あとねフレンドさんにねバビディアのマジンプ使ってる方がまあいたということで、まあやっていくんですけども、 HP が50万飛んで3607というところで、まあ果たして勝てるかどうかちょっとわかんないですけども、まあ並び方ですよ結局のところ。で、バビディアの魔人ブーの中確率必殺封じと、あの気絶をね、うまいことを、まあ、利用できたらいいんですけど、まあ、中確率なんでね、まあ、なんていうんですか、まあ、ないに等しいと言っても、まあ、過言ではないかなというところでございます。はい、まあ、こんな感じでいきましょう。お願いします。うん、硬いですね。OK ですね。で、私のこの LR の魔人ブー5点屈吸収ですか。一突でございます。はい、これもねまだまだぶっ壊れキャラなんで、多分ね執念でね、復刻来るかと思われます。おそらくね、多分ね、わかんないですよ。まあ極限スーパーバトルロードのね、この1桁台やら、2桁台のガード力持ってるんで、極限スーパーバトルロードではだいぶ役に立つんじゃないかなというところで、はい、さあどうですか。ありがとうございます。気絶と必殺封じをかましていく。そうですね、並びをどうしようかななんて思ってますけども、もうこのままね、もう魔人ブーね落としていこうかなとか思いつつ、まああのビーデルさんの、まあ、気絶も入ってくれたら一番ありがたいかなとか思ってみたりもしてるんですけども、どうですか。お願いします。硬いですね。ナイスでございます。257万。強いですね。やっぱりね、どのバトルカードも、やっぱり LR はね、もうステータス値がもう強いですから。ありがとうございます。追撃で魔人ブーを落としていく。気絶が入らなかった。なるほど。まあまあいいでしょう。これ何気に初めて使う。やっと育成がね、できたんですよ。はい、季節入っていく。ありがとうございます。そうですね、サタンがただいま、まあ、気絶中なんで、まあ、こういこうかな。で、ビーデル落としていこうかなって思ってます。まあ、そう簡単に落ちないんが、この極限スーパーバトルロードでございますけども。103万。これも久しぶりに使ったな、この純粋、あの、耐属性の純粋ブー。さあ、もう落としてですね。250万。まあ、追撃開始が出たらワンチャンビーデル落とせる。どうかな？お、ビーデル落としていく。ナイスー。ナイスー。まあ、気絶入ってくれ。くれたら一枚いいんですけどね、まあ、なかなか入らないのがこの極限スーパーバトルロードでございますけども、お願いします。おお、そこで来たか。なるほど。だいぶ食らうんじゃない。16万。まあ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 、おんの字かな。おんの字ではないですけども。16万、だいぶね、もう食らいすぎですね。亀裂が入らん。いけ。バビディ、お前で亀裂を入れるんだ。なるほど、入らん。いけいけ。まあ必殺封じは、まあ OKOK、倒しましたね。強いね。いいね、いいね。ありがとうございます。さあ第1ステージクリアしたところで、第2ステージでございますね。よし、そうですね、まあここいる、まあまあネズミですよね。まあ HP は37万あるということで、まあまあいけるんじゃないんかなというところでございます。そうですね、あえてのこういこうかな。で、悟空
悟空を集中的に今攻撃していこうかなと思います。お願いします。 OK です。はい、アタックとディフェンスが上がっていきますからね。攻撃食らうが食らうほど、この魔神ブーゼンは、うん、できるだけ序盤で、攻撃食らった方がいいとか思いつつ、必殺はちょっときついかな。132万、だいぶダーブラとあのこの魔神ブー純粋の補正がかかってるんで強いはずかと思うんですけども、どうですか。季節入っていく、ありがとうございます。まあ4桁台、まあまあまあいいでしょう。そうですね、行こうかな。超筆こういきます。この待機玉取るのはちょっとねもったいないかな。でご飯の気絶入ってくれて一番ええんですけどね。どうなんかな、お願いします。150万、まあパッシブがね足し算形式になってるんで何十パーセントアップとかの方がまだ良かったんですけどね。この頂上決戦イベントの LR の、バトルカードはねどうもねアタックディフェンス何万アップっていう感じなんで、うん、必殺封じしていく。追撃もありがとう。さあこのターンで悟空落とせると思うんですけどね、どうなんかな。なるほど、そこで必殺来たか。次のターンヘビーみたいな回復しようかな思います。でご飯の記述入ってくれて一番いいんですけど、なるほど了解です、了解です。まあ、回復はまあしていくんですが、そうですね、まあ使うか。そうですね、うん、はい。で悟空記述中なんですけどもう落とそうかな思います。あ、だったらこうで、あんまりこうで悟空落とす、でご飯の気絶必殺封じいけたらいいかなって思ってるよ。ちょ、純粋部打てないんですけど、まあ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 。でこれで悟空落とすはずなんで、はい、悟空落としていく。で必殺封じなおかつ気絶入ってくれたらいいんですけどね、ご飯ちゃんに。どうなんかな、どうですか。まあまあ必殺封じで、まあまあまあいいでしょう。まあよしとしましょう。追撃ナイスです、あざすあざす。やばいな、このメンバー強えな、このメンバー強えな。お、久しぶりに見よう。これはいい、前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。すぐ楽にしてやる、ほんの少し苦しむだけだ。あざっす、久しぶりに見ました、ありがとうございます。そうですね、久しぶりに見たんですけどもやな。まあそうですね、必殺封じ中なんで必殺苦しむ、まあ、心配はないんですけども、どうなんかなという。あ、待機玉置いてった方がよかったな。まあいいでしょう。ああ、食らうね。3万4000か。まあ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 。122万。で、気絶と必殺封じ頼ますよ。ナイスです。あざっす。OK でございます。さすがでございます。強いな。うん。300万。さあ、ワンチャン落とすかな。おっと。しないんですけども、追撃落とすね。ナイスです。ありがとうございます。第2ステージクリアでございます。まあ、ちょっとアイテム使ったかなっていう感じでございますけども。さあ、ベジータとトランクス。で、ここでウィス。ウィス、そうですね。こういこうかな。で、トランクス。トランクス。それはトランクスでいいかな。トランクス。ワンチャンベジータの気絶。どうかな？お願いします。なるほど。まあ、攻撃食らえば食らうほどアタックもね、ディフェンスも上がっていくんで、大丈夫かなと思います。
だからこの先制攻撃あるところにね、この極限 Z 覚醒しました魔人ブーカッコ前を置くことによって、だいぶ火力もあのガードもできると思うんでね、皆さんぜひぜひ、先制攻撃あるところにこの魔人ブー前置いてみてはどうでしょうかっていう感じでございますけど、気絶されていくナイス。さあ追撃、必殺封じも入っていく、まあ、気絶してるんで OK いいですね、だいぶ攻撃してくる、いいねいいね、あざさす、まあ中確率気絶骨入らんすよね、ベジータ気絶頼ますよ、なるほどですね、あれバビディマジバビディって気絶も取ったよな、あれあれあれで、ね、まあまあいいでしょう、そうですね、もうトランクス、いやちょっと待って、ベジータトランクス、トランクスでいいかな、あんまり磁気弾と大変なところ、あーどうしよう、ドッカーモードはいかんはずですね、で次のターンドッカーモードですね、ベジータの気絶と必殺封じしてくれたら一番ありがたいんですけども、どうかな、あざすナイスでございます、さあもう両者も気絶中なんで、攻撃来ることはないというところでございますけども、さあこのターンでもトランクス落としたいんですけどね、どうなんかな、開始ナイス、あざす、さあこの純粋ブーで落とすかな、トランクス、殺撃ありがとうございます、トランクス落としましたね、 OK です、まあでもどっかモードですねまあいいでしょ、じゃあもう打っちゃおうよ、打って打って打ちっちゃうぞ、はいお願いします、どっかモードですね、本気を見せて、本気です、もうそれでいいぜ、君のハートにマッシブ、あれあ、マッシュマドお願いします、押せてないっていうね、まあそれありきの特徴のパンブーキンでございますわ、さあだいぶ早いクリアタイム叩き出すんじゃないかな、ちょっとわかんないけど、極限スーパーバトルロードノーアイテムでいけたらね、あの気玉変換系でのサポートアイテム持っていったらだいぶ早いあのクリアタイム叩き出せるんでしょうけど、なかなかね、難しいところでございます、はい第3ステージクリアでございます、さあもう最終ステージで、ございますけども、ここが敵多かったんかな確か、あーまあ 3体か、まあまあまあいいでしょう、じゃあこういこうか、でどうしよう、まあまあまあウイス使いますよね、でピッコロで悟空、ワンチャン悟空の気絶、ちょっと待てバビーに気絶も取ったよな、お前な中確率気絶お願いします、中確率なんでね、まあないに等しいでしょうとか言いつつも期待する私がおる、まあまあまあいいじゃん、それはいいじゃん、さあこういうところなんですよスーパーバトルロード、2回も3回も必殺来られるともうウイス使ったところでもう負けてしまいますからね、気絶も入らない、追撃も来ない、173万、さあ次のターン回復かな、このターンでさすがにピー一ターンでね、敵って落とすっていうのはちょっと難しいかな、まあ、追撃開始来たらまあワンチャンその一ターンで、一体落とすペースでいけるんでしょうけど、はい中確率気絶が入っていく、ありがとうございます、くー何も使おう、転ばぬ先の蛇姫でございます、でもうピッコロ集中的にいこうかな、もう極限スーパーバトルロードはねもうできるだけねもう敵を
できるだけもう落としていった方が私はいいと思ってるんですよ。まあ、それも賛否両論あるんで、まあ、何とも言えないですけどね、私はそう思ってるんですけども、いかがですかというところで、はい。で、このバビディ&魔人ブーでピッコロ落とすと思うんですけどね、どうなんかな。落としたね、あざす、ナイスでございます。追撃ナイス。さあ、もうついでに悟空の必殺封じの記述どうですか。はい、ありがとうございます。まあそんな感じですわ。まあ、そんな感じです。さあ、そうですね、50万あるということで、で、悟空の記述が、まあ、解かれているという感じで、そうだね。ベジータ行こうか。ベジータ。ベジータ。で、悟空。悟空もう一回どうですか、必殺封じと気絶。うん、27,000食らうね、食らうわね。おっと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 、さあ、はっちゃん使っとった方が良かったかな。ダーベラの補正かかっても20何万食らうんで、やっぱりあれですね、うん、アイテムは惜しみもなく使った方がいいっていうところでございますけども、おお、食らわないさあ、悟空の必殺封じ気絶頼ませ。ちょっとここで気絶、まあ必殺封じかましたところで、ああ、これで気絶入れてほしいね。ちょっと気絶入んなかったらちょっとやばいかな。うん、なるほど、まあいいでしょう、まあ、必殺封じしてるんで必殺来ることはないと。なるほど、 OK です。まあ HP 回復してくるんで、この魔人風船がいいね。とか、いつハッちゃん使う、私をお許しください。じゃあ、これいきましょう。で、ベジータ、そうですね、もうベジータ落としたいな。ベジータ落としたいね。で、バビディでワンチャン、中確率技術をかましていってほしいかなって思ってます。お願いします。さあ、ハッちゃんは使ってる。まあ、これことない。159万。開始ナイス。追撃はなかなか出ないよ。215万、強いぜ。どうですか、ねえ、入んない、入んないけども、これで入っていただけるというか、もう倒してほしいんだが、倒すんじゃねえこれ、倒しない。なるほど、ビニュー残っていく、まあまあいいでしょう。中核力季節が入っていかない。なるほど、イエス、まあ、変身しよう。アルハンどこにおってんつ、ね、これはいい、前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。すぐ楽にしてやる、ほんの少し苦しむだけだ。アルハンどこにおってんそれ言い出したらもう気にないよ。じゃあ、もうベジータを落とそうかな思います。こうで、じゃあこういきましょう。お願いします。さあ、もうこのターンで終わりじゃね。どうですか、でベジータ落とす、悟空落とせんじゃねえ。391万落とせると思うんだから、ありがとうございました。いかがだったでしょうか。バビディ&魔人ブーかっこ全をリーダーに、VS 超知極限スーパーバトルロード挑んでみたという動画でございましたけども、18万か、18万じゃねえわ、18分か、まあまあそんなもんでしょうというところで、まあサポートアイテムね、まあふんだんに今使ってしまうんですけども、皆さんこの並びできるのであればぜひやってみてはどうでしょうかというところで、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。